to smile. Do 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 do. Michael, Marika, it's for me. Pit. Let's go, Marika. Do 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 do.皆さんこんにちは、マリカです。今日はこちらペットスマートまで来ました。ペットスマートとはペット用品店です。といってもここはアメリカだからめちゃめちゃ大きくて、もうペット用品の遊園地みたいになっております。中にはペットの動物病院もあれば美容室もあったりとか、おもちゃご飯全部売ってます。ペットも犬猫トカゲヘビ鳥全部。ではでは行ってみたいと思います。Let's go! Mm-hmm. 中に入りました。広い。めちゃめちゃ広いです。これ、犬エリアもあれば、寿司？寿司じゃないな。ファインディングにも魚コーナー、鳥コーナー、そしておもちゃがあったりとか、ペットのシャンプーがあったりとか、めちゃめちゃ広いです。奥にはペットホテルもあります。お、かわいい大きなワンちゃんもいます。ここはね、飼い主さんがペットを連れてお買い物にも来れて、すごく素敵な場所って言っても、マリカが飼ってるのは猫だからね。うちの天様と太郎様はこういうところは、すごいたくさん犬がいます。わー、キャットタワー新しいの欲しいなって言っても、うち2体あるんだけどね。さーてと、猫のご飯コーナーとかがあって、あ、こちらはレスキュー、ペットレスキュー。そう、マリカもツイッターとかでも書いてるからご存知の方もいるかもしれませんが、アニマルレスキューのボランティアをしてるのね。ここのエリアもそうなんだけど、捨て猫ちゃんとか飼い主がいない猫ちゃんの里親を探すっていう、まあ、今回買い物にここに来たのも、アニマルレスキュー用のボランティアの猫ちゃんのご飯が足りなくなったから、ね、これ見てください。アメリカのサイズですよ、これ大きいでしょ。でね、うちのね、家で飼ってるテンちゃんと太郎ちゃんは一応ちょっと高めのいいご飯をあげてんだけど、アニマルレスキュー用のボランティアの猫ちゃんのご飯は、ちょっと大きめの安いやつで、ごめんね、もうキリがなくて、あげてもあげてもさ、いっぱいあるから、こういうアメリカっぽい大きいのを買いま、うわー重い、こういう感じです。すごいでしょう、買い物が。だから日本ではさ、なんか大きいもの買いたい時とか、コスコとか、日本語でコスコ、コスコ行くでしょ。でもアメリカ元から普通の店がこんなんだから、コストコとか行かないでいいんだよね。はあ、ついでに私はこれ、うちのてんちゃんと太郎ちゃんのトイレのお砂がもうなくなってきてるので買いたいと思います。何しようかな。あ、ライトウェイト。これさ、うちさ、アパートの2階だから、2階まで運ぶのが辛いから、この軽いのを、軽いって言っても重いんだよ、ほらこの音、買います。あとはまあ必要なものは手に入れたので、あとはちょっとブラブラしてみましょう。ああ、これ欲しいんだよね、見えるかな、猫のトイレなんだけどカバーがついてんの。だからうちの猫ちゃんたちが恥ずかしくないっていう、プライバシーを侵害しないやつね。猫ちゃんのおもちゃもう100個ぐらいうちあるんだけど、いっぱい買っちゃうんだよね、ついつい。
あの子たちが楽しんでるのがさあたまらなくて。でもなんかもうデザインとかもちょっとアメリカっぽいよね。あ、ここはフードストレージエリア。ああ、このやっぱご飯の袋がすごい大きいからこうやってもうバケツみたいなタッパーが売られています。これとか犬とか猫の餌の餌と水入れ、こんな大きい犬とかを日本で飼ってる人ってなかなかいないよね。あ、超かわいい。あ、すごい、ここはワンちゃんとかさ持ってこれるからさ、床にワンちゃんとかのおしっこがたまにあって、それもちゃんと飼い主さんがケアしろよってことで、あたりにはアルコール除菌の自分で拭けるものがあります。すごい、ワンちゃんのベッドも大きい。だって餌売り場もあって、よいしょ。ここは、あ、うちの天様に与えているロイヤルキャノンエリアですね。そしてこっちがうちの天様と太郎様の病院もここについていて、ほら見えるかな、ペットホスピタル、お世話になっております。こっちに行ってみようかな。何これ、こんなバリカン、これ何、動物用のバリカンってこと。何これ、すごいね、いろいろあるね。あ、そうそう、さっきさ、あのレスキューを求めてる里親探しの猫ちゃんそこにいたでしょ。なんかアメリカってもうだからペットショップとかではそういうの売るのとか法律で禁止されてんだって。こういうところでやらなきゃいけないらしいよ。でもいいことだよね。もう本当にペットっていうか猫と犬とか大好きだから、ちょっとでもみんなが幸せになれればっていうか、もう殺処分大反対派ですね。ということで、あ、何これ、お寿司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 、見て見て、お寿司にもにもにもお寿司、わーお。あ、これマリモだね、日本語の。きっときっとかな